リファイト。今回はですね、ジャッキーチャンというそういったお笑いタレントがいるのをご存知でしょうか。ちょっとこちらの動画をご覧ください。いらしていただいてるんですよ。スコミの皆さん、ここからはフラッシュ撮影大丈夫ですのでね。皆さん、ご本人に関根さん、お迎えいたしましょう。ジャッキーチェーン。日本の皆さん、こんばんは。僕はジャッキーチェーンです。いやーすごい。ということでね、ジャッキーチェーンそっくりさんのモノマネをやっているジャッキーチャンさんなんですけども、結構エンタの神様みたいな地上波にもね、定期的に出られていて有名な方なんですよ。もちろんこの方50歳ぐらいだったと思いますけども、体術も優れていて、まさにね、ジャッキーチェーンのモノマネをするぐらい体の動きもとってもいいんですよね。でもテレビにはあんまり出なくなって、結構ね今やばいっていうかピンチなんですよ。で、 YouTuber としてこうやってチャンネル登録活動してるわけですけども、まあチャンネル登録者数8000人に至らずね、ジャッキーチャンネルで動画の再生数も有名人タレントの割にはね振るわないんですよね。まあ1000回いかない、場合によっては2、300回っていう動画が中心になってます。で、いろんなチャレンジをしてるんですよね。こう食べ物の紹介してみたりとか、コラボしてみたりとか、カラオケちょっとで、ね、歌ってみたりとかね、まあ、いろんなこう商品紹介してみたりとかね、体験をしたりとか、うん、いや本当にね、なんかこう報われないというかね、なんかこうここまで行った人でもこうなんだなっていう風に感じさせます。動画更新も結構地味でしょ、かなりやってるでしょ、でもそんなに振るわないんですよね。もうこれだと、まあ、いわゆる普通の人ですよ、ちょっと特技を持っている普通の人って感じで、まあジャッキーブームも去ったといえば去ったのかもしれませんけども、ちょっと乗っからにはね無理があるっていうところの評価ですかね。まあでも40代50代、特に50代の人はジャッキーチェーンで育ってきたようなもんですから、もうちょっとねそういった世代がなんかね注目しても良さそうなもんなんですけども、そうもいかないのかなっていうところです。で、今回ね何が言いたいかっていうと、みんなね工夫してもなかなか芽が出ないことってあるんじゃないかなっていうところなんですよ。それは有名人でも YouTube というフィールドに来たら同じなんですよ。だからなんですよ。だから苦しいかもしれないけども、一個ね頭を抜けるためにいろんな工夫とかをして、そしてこれがチャンスだとかね、ここが攻め時だと思ったら、大変かもしれないけども、どん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 チャンスをね広げていくっていうことが、まあまあ、勝つ秘訣なのかなってとこですよね。まあ、あんまり長くなってもいけないので、軽くジャッキーチャンさんをね、ちょっとこう、引き合いに出してちょっと申し訳ないなって気もしますけども、ジャッキーチャンさんは私個人的にむちゃくちゃ好きなんで、こうやってリサーチしてるんですよ。もっともっと、ジャッキーチャンさんがね、もう広まっていかないかなっていうところもありますんで、ボー君にはぜひね、私たちのリファイトクラブに呼べるぐらいに、このジャッキーチャンさんとコラボができるぐらいに、私たちのリファイトクラブ、そしてリファイトクラブのチャンネルも育てていければなと思って今回の動画にさせてもらいました。それでは今日もご覧いただきましてありがとうございます。